一月も半ばですが、明けましておめでとうございます。ようやく忙しさが落ち着いたので、ここから動画投稿頑張っていこうと思います。新年一発目はいつものアクアテラリウム。冬場は、苔類が、調子よく青々としてくるので、夏よりも全体的に華やかになります。アグラオネマのアンダマン。アグラオネマは、映画レオンで、 コロシアレオンが大切に育てていた植物です。熱帯の植物ですが、日本の冬でも新芽が出るほど成長しているので、寒さには強そうです。こちらはセファロタスという食中植物。このセファロタスは環境が合わず、植えてすぐに枯れてしまったのですが、根が残っていたのか、半年後に復活していました。水槽の左側は、 ラフドフォラやツタなどガラスにも張り付いて上へ上へと成長しています水中のミクロソリウムトライデントが水上に育ってきていますですが湿度の問題でこれより上には成長できません。 ミスティングシステムなど組めば解決するのですがごちゃごちゃさせたくないのでこのまま放置。水中はこんな感じ赤カヒレは真冬でも活発に活動しています。 ミクロラスボラ花火やオトシンクルスネグロもいますが出てきません。新しい生態を導入予定で現在検討中です。小型のイモリかヤモリを入れたら面白そうですが、ゲンゴロウも捨てがたい。新展があったらまた紹介します。皆さん、今年もよろしくお願いいたします。